6春ヒロ浜口長田力シーカー高城ナンバー51トシロ宮崎見事なピッチングを見せました浜口春弘投手、そしてリードした高城修斗選手、先制ホームランの宮崎敏郎選手です。まずは浜口さん、ナイスピッチングでした。ありがとうございます。チームとしては後がない中で迎えたご自身初めての日本シリーズのマウンド、どんな思いで上がりました？すごく緊張したんですけど、もうとにかく自分の持っている力を全力でぶつけていこうと思って投げました。特に相手の一番バッター柳田選手が3試合連続1回にヒットを放って、それが先制点になっています。最初のバッターとても気をつけて迎えたんじゃないでしょうか？もう絶対に塁に出さないつもりで行きました。ご自身のピッチング、今日は何が良かったですか？そうですね、高城さんのおかげだと思います。そして先制点を取ってくれましたよね。そうですね、佐賀の偉大な先輩が先制点を取ってくれたので、先輩方に感謝です。さて、8回ワンアウトまでノーヒット、意識はされていました？とにかくゼロでチームが勝てるように、そこだけ考えていきました。ヒットを打たれた瞬間は、もう切り替えて、はい、切り替えました。その後見事に抑えてくれましたね。そうですね、チャンスを広げてしまったんですけど、パットンがしっかりと抑えてくれたんで良かったです。では、また後ほど伺います。その浜口選手を取りました高城選手です。まずはホームランからお聞きしましょう。貴重な追加点となるあのホームラン、変わったばかりのピッチャーの球、最初から狙ってました？いや、振ったら当たりました。ペナントレースではホームランがありませんでした。大きな舞台での今シーズンの一発ですね。たまたまです。ただその後の追加点の見事なタイミングでした。いや、それもたまたまです。では浜口投手を今日はどこを意識してリードされていました？そうですね、硬くならずにとにかく腕を振ってこいっていうふうにことだけは伝えていたので、ワンバンは絶対止めるからって僕は言ったんですけど、きっちり2個進塁してしまいました。すいません。ただこれで浜口投手の見事なピッチングを引き出して、ご自身のタイムリーもホームランもありました。この後非常に楽しみにしているファンの皆さんも多いと思います。いや、まずやっぱチームが勝つことが一番なので、今日のこの勝ちは本当に僕たちにとっては大きくて勢いに乗りやすいと思うので、また明日から目の前の試合をしっかり頑張っていきたいと思います。そして先制ホームランの宮崎選手です。いいピッチングをしていると打ってやろうという思いはあったんでしょうか？そうですね、バッテリーがそういう頑張ってたので、なんとか先制点をという思いで、はい、打席に入りました。シーズンと同じようにやっぱりホームランが一つ出るとベイスターズは乗りますね。そうですね、勢いがついたと思います。はい、佐賀の後輩がいいピッチングでした。本当に素晴らしいと思います。はい、さあファンの皆さんは今日から始まると信じています。頑張ります。明日も絶対勝ちます。明日も絶対勝ちます。さあ、日本シリーズもう一回になりますよね。明日も絶対勝ちます。以上、今日のヒーローインタビューでした。それでは最後はまたいつもので締めていただきます。それでは皆さんもタオルの準備をよろしくお願いします。
それいきます。 Our time is now!